着物で楽しむコンサート都和楽を主催いたしております、ピアノの浅井豊と申します。都和楽が誕生したきっかけは、ある着物好きな女性と着物を着てお出かけをしよう、しかしどうせ出かけるなら着物で音楽会へ行こうというたわいない話から生まれました。それから着物を着て楽しめるコンサートを作りたいと思うようになりました。それで和の心を音楽を通じて楽しんでほしい、またそれを京都から発信したいという思いから都和楽と名付けました。このコンサートでは皆さんが楽しんでいただけるよう、聞きなじみのある曲からぜひ聴いていただきたい曲など幅広く演奏しております。今後はこの和の空間を京都だけではなく他の地域、また他の国でも広げていきたいと思っております。日頃私たちはヨーロッパのクラシック音楽を中心に演奏しているのですが、日本人としての役割、日本人だからこそできることっていうのがあると思うので、今後も続けていきたいなと思っています。歌いながらお客様のお顔が非常によく見えます。でそのお客様の笑顔に本当にもうこちらが和ませていただいた次第ですね。カルダンギルバイリンを演奏するときにはバイオリンとの違いをお客様により分かっていただくためにテーブルの近くまで行って演奏させてもらいました。京都錦物のご縁で司会を務めさせていただきました。クラシックや西洋文化とコラボして日本の文化を伝えていけたらいいなと思っております。